チャメコの1日は19、1919年から発売された、ササコ加作詞、作曲のオペレッタ風の同様の一連、日本で初めてレコード化された同様とされている。数ある、録音の中でも、1929年に、平井栄子がチャメコ役で吹き込んだバージョンが、最もチャメコらしいチャメコとして特に人気が高い。レコードは1919 19年10月新婦としてチャメコ、木村時子、 お母さん、天野菊よ、先生、加藤清の歌唱により、日本の本から発売された。同年に楽譜が、7、声者出版部から出版された。発表当時は75条を元にした定型の、童謡が、ほとんどの時代で、不定型でかつセリフのやりとりに、メロディがつくという本曲の構成は、意欲的なものであった。また、フルで6分を超える長さも、当時の童謡としては異例であった。 その後、1929年4月に発売されたチャメコ、平井栄子、お母さん、高井ルビー、先生、二村定一のビクター版が大ヒットした。1931年には、平井歌唱のレコードを使用した、レコード陶器ーーによるアニメ映画も公開されている。平井栄子は、レコーディングの際、わずか2回で、OK が出たと証言している。小学生、 ちゃめこが朝起きてご飯を食べて学校に行き勉強で褒められそのご褒美に活動写真に連れて行ってもらう。なお、1919年に出版された楽譜を見るとレコード化に際して一部カットされておりその部分にはちゃめこが学校で3日の授業中によそみをしていたために先生に指名されるなどが含まれている。曲の雰囲気は後世の漫画作品。 チビマルコちゃんに似ているとも言われる。平井版は1995年に CD 化され、1996年7月24日には8センチ CD として発売された。1919年から1933年に発売された4バージョンは2016年発売の CD、浅草オペラからおとぎ歌劇までは聖オペレタの黎明に収録された。 平井英子歌唱のレコードを使用したレコード陶器によるアニメ映画が1931年に公開された。監督、西倉清次制作、協力映画制作者。その後ビデオ DVD 化され、21世紀初頭現在、上映会でも上映されている。アニメ映像の一部に、当時の陸上競技の選手、瞳木縫の実写が加わっている。こ 瞳見きぬ絵状の面影と表記されていたことから、瞳の死去後に作られたものである。1986年に、チャメコの一日の歌詞をもとに藤原カムイが執筆した漫画、チャメコが発表された。ありがとうございます。